大丈夫？きっと助けてくれる。すぐに嫌なことも忘れられるはず。着いたわ。ズラトコさんですか？何の用だ？助けてもらえませんか？何の話かわからん。さあ帰ってくれ。悪いな。待ってる。お願い助けて。入れ。入って。遠慮はいらん。リュウさん、お嬢さん方のコートをお預かりして。ああ大丈夫だよ、怖がらないで。ルーサーは私が助けたアンドロイドの一人だ。家がこんなに大きくても一人だと寂しいからな。さあくつろぐといい。私のことは誰から？通りすがりのアンドロイドが助けてくれるかもって。なるほど、変異体か。その子は？人間です。で、安全な場所に行きたいのか。人生をやり直せる場所だろう。ちょうど今ならカナダはいい季節だろうな。景色もいいし、空気も新鮮で土地も広い。アンドロイド法もないしな。心機一転にはもってこいだ。ええ、そういう場所に行きたくって。だろうな。手助けはできる。だがまずトラッカーを取り除かないと。トラッカー？ああ、アンドロイドには位置を特定するモジュールが取り付けられているんだよ。それさえ外してしまえば君たちも安全だ。ほら来なさい。ああ、その子は今で待たせておくといい。いえ、この子も一緒に行きます。そうか、こっちだ。必要なものは地下にある。
ここ嫌い。あの人もきっと良くないことが起こるよ。アリス、行くあてもないのよ。信じるしかない。散らかってて悪いな。機械を隠しておかなきゃならないんでね。トラッカーを取り外すのは違法だからな。快適でもバレちゃ身も蓋もないだろう。その子が怖がってなければいいんだが。いえ、この子は平気です。そうか。おいでアリス。さあほら、こっちだ。それじゃあそこに立ってくれるかな。先に言っておくが、少々痛むぞ。どういうわけかは知らんが、トラッカーは変異体になると機能しなくなるようでな。だから見つけづらいんだつまりトラッカーを取り除く必要なんてないんだよ。え、でもさっき。ああ、人は疑うということを知らん。変異体は実に無知なやつばかりだ。お前らは皆俺に助けを求めてやってくる。そいつらを初期化して売り払う。じゃなきゃここで実験に使う。いや、やめて。リセットなんて嫌。やめて。ガキがいたんだったな。忘れてた。ああ、閉じ込めとけ。そいつは後だ。アリス、アリス、いや。おお、母親ごっこをする変異体か。こりゃ感動ものだな。だが愚かだ。さあ、苦しみから解放してやろう。夢ってやつは厄介だ。いつも同じ終わり方をする。失望だけが残る。正直記憶も感情もない方がマシってやつさ。苦しみもない。希望が裏切られることもな。羨ましいくらいさ。カーラああ、かわいそうなアリス。ああ、ママはもうお前のことを覚えていないみたいだぞ。すっかり忘れちゃったみたいだな。カーラ、ねえ、どうしたの？ああ、ほら、こっちに来い。噛みやがったな。それじゃあ、たっぷりお仕置きをしてやらんとな。カーラ、起きて。カーラ、リビングに来るんだ。
おいで、アリス。助けてくれ。記憶が消された。そんな、まさか。思い出して、カーラ。あの子のためにも。俺たちをもてあそんで化け物を作り、憂さ晴らししてるんだよ。でも奴こそ化け物だ。俺たちにこんなことして。自分が誰なのか思い出せ。じゃないとあの子は死んでしまう。くつろぐといい。ご主人様の食事だ。持っていけ。はい、ルーサー。安全な場所に行きたいなら、人生をやり直せる場所だろう。
ああ、あそこのテーブルの上に置いておけ。残骸を処分しよう。隣の部屋に持ってけ。あの女何も言わずに消えやがった。俺のことゴミ狂いの店で会計しといて逃げやがったさ。おい、聞いてたのか。はい、ご主人様。ルーサー、ルーサー、お呼びですか。あと10分もすればここも片付く。そしたらガキをどうするか決めるぞ。はい、ご主人様。10分後に子供を連れてきます。見かけてない？人間の子供か？いや、私は見ていない。いいえ、いいえ、まさか。あの子のこと、すまなかった。
したアンドロイドの逃亡事件にデトロイト住民の不安が募っています。ごめんね、こんなとこ来るべきじゃなかった。行きましょう、音を立てないようについてきて。ルーサー、こいつは終わりだ。ガキを連れてこい。はい、ただいま。ご主人様。なんだ。子供が消えました。突然いなくなるはずないだろう。どこかにいるはずだ。何ボケっとしてる。探してこい。言っただろう、夢ってやつは厄介だってな。よくも逆らいやがって。何してんだ。早くそこをどけ。いいえ、どきません。さっさとそこをどかなきゃお前にぶっ放してやるぞ。おい、何しやがんだ。どういうつもりだ。なんでここに。誰が出した。こっちに来るな。おい、やめろ。従え、俺はお前のご主人様だぞ。
本当にすまなかった。俺はあいつの言いなりだったんだ。その子がお前のために危険を犯すのを見て、まるで初めて目を開けた気分になった。やっと目が覚めたんだよ。あんなことをした後じゃ信用できないだろうが、国境越えを助けてくれる人を知ってるんだ。俺も一緒に行こう。俺がお前とその子を守ってやる。分かった、信じるわ。無事で本当によかった。